2024年10月25日、金曜日、日本時間26日、MLB ロサンゼルスドジャース対ニューヨークヤンキースアットドジャースタジアム、動画、大谷翔平は道具も異次元だった。元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁世界一を争うにふさわしい激戦で幕を開けた。ドジャースタジアムで行われたロサンゼルスドジャースとニューヨークヤンキースとのワールドシリーズ第一戦。 大谷翔平、30、が、1番、DH で先発出場。地元ドジャーススタジアムで迎えた試合で延長戦の末63の逆転サヨナラ満塁ホームランと最高の形で初戦を飾った。ドジャースの先発はフラーティ、29、ヤンキースの先発はコール、34、で迎えた一戦は両エースの投げ合いに。一回表のヤンキースの攻撃をフラーティがロで抑えれば、その裏、 ドジャースはフリーマン、35、が三塁打を放ちチャンスを作るも、コールが粘ってピンチを脱した。その後は両エースの高頭で4回まで両軍無得点に。初の WS となった大谷は苦手としていたコールを前にセンターフライと三振に倒れ、ジャッジもフラーティのナックルカーブを捉えられず2打席連続三振を喫していた。試合が動いたのは五回。ドジャースはキケヘルナンデス、 がライト線への3塁打を放ちチャンスを作ると続くスミス29がライトへフライを打ち上げるやや浅い当たりにはなったがヘルナンデスが高層塁でホームへ帰ってきて待望の先制点をもぎ取ったしかしヤンキースがここで目を覚ます先制された直後の6回に先頭打者の外がレフト前ヒットで出塁ジャッジは三振に倒れたが続くスタントン34 ラカウント1、2からフラーティが投げた低めのナックルカーブをすくい上げると、打球は高々と打ち上がり、ドジャースのブルペンに着弾。最高到達点140フィート、約42.7メートル、という特大のムーンショットを放ち、逆転に成功し、ここまで高騰したフラーティをマウンドから引きずり下ろした。その後、なんとか逆転したいドジャース打線だったが、 相手先発のコールをなかなか打ち崩せず、7回に無視一塁のチャンスを作ってようやくコールを降板させ、その後粘って2、2、3塁のチャンスを広げたが、ホームズ、31、ケンリー、35の系投の前に凡退した。試合は延長戦に突入すると、ヤンキースのチザム、26がライト前ヒットで出塁し、二投塁を決めて1、1、3塁とすると、ボルペ、23、 ののゴロの間に1点を奪い勝ち越しただが、ドジャースも最後まで粘りを見せて1、1、2塁のチャンスを作って打席には大谷。マウンドには大谷キラーとして知られるコルテス、29、が上がったが、大谷はコルテスからレフトフライに倒れたが、それぞれ新塁。2、2、3塁とした。そしてベッツが敬遠され、2、満塁から打席に入ったフリーマン。 35、ラコルテスからサヨナラ本塁打を放った。ドジャースが戦勝したワールドシリーズ、4年ぶりの世界一へ最先のいいスタートを切った。